赤の本当に一応寒い日みたいなので、これそして、ジーンズ、ハイウエストのストレートジーンズです。これにスニーカーです。歩きなのでスニーカーです。喫茶ストリーマー、渋谷にストリーマーコーヒーっていうおしゃれなカフェがあるんですけど、そこの新業態という形みたいです。もともとここに老舗の喫茶店があって、それをそのまま継承していくという考え方で始まったそうです。皆さんこんにちは。今日は比較的温度が高いということで12度ぐらい、そしてネックウォーマー、Amazon で買ったサングラス、これこう見えて割と作りが良くて UV400 ということでしっかりしております。3000円ちょっとぐらいでしたね。はい、そして、こちらは時々という以前コラボさせていただいたことがございますブランドセレクトショップの、ちょっとこうキルティングになってるジャケットですね。これがすっごい暖かいんですね。そしてマークス&スペンサーの黒の、ハンドバッグ、これ一度在庫切れになってたんですけど復活しております。1万円前後の、値段を変動しております。そしてこれは GU のバギージーンズ、以前のものですけど今も似たようなの、あとはバレル型とかいろいろ出ております。私割とこのバギーというかバレル型のデザインが好きで、これ履くとなんかちょっと今時な雰囲気が出るので、好きです。はい、ということで行ってきたいと思います。はい、今日は海を見に来ました。浜松町、またこの浜松町からの通路を通って竹芝、海見ながら歩いていきたいと思います。ここの公園も綺麗ですよね。東京タワーがリフレクトして映ってます。お掃除してんの？あ、警備中だ。かっこいい、かわいい、警備してる。視聴者様と会ったレストランとかキーウェストっていうカフェがあるんですけど、そこも今日土日、日曜日、土曜日やってるかな、わかんないけど日曜日は休みですね。サラリーマンの方がいらっしゃらないので多分お休みなんだと思います。海がいつもの散歩パターンですいませんね。何種類かありまして、浜松町からずっと天王洲アイルまで歩く、この散歩、今日はグレートワークスは日曜日なのですごい混んでると思うんですね。
歩いてきましたよ。入れるかどうか。もうすでに若者感がすごいから、みんな食べ物を買って温かいので外で食べてる人とか多いですね。今日はおじさんおばさんはそんなにタフじゃないから中に入れてください。やはり予想通りな展開ですね。だからみんな外でコーヒー飲んでたんだ。さっき、あ、行列。いいじゃん、すごく居住性がいいところに案内してもらって、あらららここはデートに使うような場所よ。前にもねデートしてるカップルがいるから、もうおじさんおばさんが静かに静かに見守るんですよ。私たちはもう静かに見守って、この下ベストを着ています。寒いといけないからベストを着てるんですよ。割と首が空いてるニットを着てるので、ほらゴールディ、この前池袋店で買ったゴールディのネックレスをしております。はい、ということです。これほら以前の H&M 割と広く空いてるから、あったかいって言ってたので、ニットはニットだけど首が空いてるものにしました。これはね今はないと思います。時々のキルティングジャケット、すごいあったかい、これで全然大丈夫だって今日はね。ちょっとこれいいでしょ、これ調節ができるから、ほらこれビヨーンってほらこういう感じで上の方が見えやすいか、上の方にしてるけど、あとこれもマットで、これはガチャ、オープニングでガチャでもらってる指輪です。これもちゃんとゴールディよ。はい、じゃあ QR コードで、注文だということです。I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me.すごいプリンね、濃厚で美味しかったですよ。ブレッドワークスは今日はいっぱいで、そしてこっちの、ライドっていうところに行ってました。なかなかねお店の人のサービスも良くて、炭火焼きのレストランみたいですね。であとピザがあったりとか、なんか食事も美味しそうでした。でデザートはそんなに数は多くなくて、ただ十分というかすごく美味しくて、プリン2人で1つプリンを食べました。十分美味しかったですね。あっちの方がね居住性が良かったですね。高速の近くを歩いてたんで、すごい、
ことで、こっちは品川の方に行くのにちょっと中に入ったので高速から離れたので少し静かですね。今日は日曜日なのでサラリーマンもいないので静かです。活気がある意味全然ないです。人が全然いないので、すごい静かです。